して、その連中がな、やっぱりね、下手に言うと早々死んじゃうからな。スパイブ、この辺でいいかな。誰だろう、加工派、長領。長領はお前、猛攻法打ったツケがあるからな。たか。陛下、天空を連れてまいりましたぞ。皆の者、頬を立て、王政に名を残すはこの時ぞ。敵に援軍だと、そうそうね。芝居やっぱり上がったか。兵力に行かれたらまずいからな。まんまで OK かな。甘かったか。よし、帰れ。ちょっと待ちよ。一斉発射するのよ、かっか。しっと置いて、ちょっと移動をきちっとしないとな。かっか、お前使えよ。鉄壁、そっちもおった。よし、勝ったよ。タイミングが悪いな。気持ちいいね。ここはソンレイに来てもらおう。この借りは必ず返すぞ。
いだな。孔明の前、これならどうだ。これなら鉄壁したよ。しあとは馬食に打たせるだけだ。九年上と剣士協会
生発射を覚えてるよ。放て。誰もいないな。鉄壁持ち、ラッキー。上がるわけないか。これこの人って言っても逃げ出そうだけど、ここだけだよね。確かファイアーボールは剣を抜くスティックラインから全て行きましたね。うわ、すごい太めやつがいたそれ。私の方が胸はでかいみたいだね。